そんな得意なの？オキドキデュオ。得意です。勝ってんすか、もしかして。いや、負けてます。負けてんじゃねえかよ。いやいや、なんとご利益があんだろ、この臨時のっていうの思っちゃうの、俺はね。ね、ここあなたが座ることによって誰かが、まあ、言ってみれば被害者になるわけですよ。はい、並んでしまうという自分も含めた被害者。まあ言い方がね、ちょっと極端すぎるけど。大丈夫。2回しか当たってるんだから。あーわーわー、急に荒れ始めたぞ。情緒が1回ずつしか当たってないんだから。本当ジェットコースターですね。こっち最高枚数9000枚だってよ。素晴らしいですね。すごいね。私の左隣の台も8000枚ですよ。あ、私ですか、マリモさん。今遅れたか。お、マジ。いや、遅れてないか。遅れてましたね。チェリー当選です。もう一回確定役くれるかなと思ったんですけど、違います。98ゲーム肌チェリーからビッグボーナスです。これで上がるでしょう。当たったあーって。いや、よかったです。600ゲームの手前でペッ。あー、トータル19000円。お、2万円前で踏みとどまりました。お互い1000枚出せばよし。お、チカ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 、これはチカチカ、ふわふわです。ふわチカ、ふわふわなのでノードテーブル5以上が。チカチカとふわふわって言ったじゃん。はい、ふわチカが言ったじゃん。すいません、ちょっと間違えました。ふわチカ間違えちゃう、すいません。ふわふわです。バニラとチョコのミックスみたいな。すいません、ミックスソフトクリームじゃないです、ごめんなさい。ふわふわです。ふわふわです。失礼しました。ちょっと頭がおかしくなり始めてます。5以上ね。はい、ってことはマリモさんの台はチャンスモードスタートだと仮定すると5、8、10、13、15。さっきしーちゃんでしたよね。はい、左だけでした。じゃあ5、13、15のどれかだと思って打ちましょう。5、13、はい、5以外がいいな、13か15がいいな。だいたい朝一はそうやって14か15を願って打つ感じですね。結果14か15だったなっていうことって結構あった。あ、あります、あります。全然で、私は14だと思って言ってますからね、今。はい、にも出ないし、さあ、くんじゃないか。よし、頼むぞ。さあ、くん、点滅とかでもよかったんだけどな。いや、大丈夫、上がる上がる。てか、俺もう32過ぎちゃうの。困りましたね。ダメだ。あー、なんてだ。でも置き花がある。ない。あー、結構スイカ引いてたのに、ね、なかったですね。そこそこ引いてたよ、はい、よしよし、上がりました。よし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 、それで一人脱出。何も言わない。ビッグボーナスです。投資が2万円なので、ここから1000枚出します。405枚。さあ、いくよ。マニモさん、今3枚目です。3枚目入ってしまいました。そうね、結局追い越しちゃったよね。6ゲーム。うん、レギュラーボーナスだ。オールビッグがいいのに。今日は何美味しいもの食べさせてくれる。ここの近くは焼肉屋さんがありましたよ、確か。食べ放題かな、これ。でもランチが。あ、ランチあるんだ。焼肉食べましょう。じゃあここかな。焼肉食べたい。なんならおごるんで焼肉食べました。これぐらいは許してくれるんじゃない。あれですね、誰かとの収録っていいですね。あ、一人じゃない。うん、なんか今日すごいテンション高いですもん。めちゃくちゃ元気。こんな孤独に30万負けたって。
そうなんです457番。私今ほとんど収録あっても一人の収録が多くて、一人はまあ確かに打ち明けられないからね。そうとかも言えない。で帰りの飛行機とか新幹線でちょっと泣いて、家着くまでなんとか消化して。そうじゃないよ、そんなので泣くような女じゃないだろ。バレました。だいたい笑ってます。やっぱ30万超えるともう笑えてきます。月間ひどすぎて、はい、収集凱旋とかあった頃はね、はい、まあ、それはそれで負けてたけど、6号機になってからそこまではないかも。私あの時期よりも負けてます。向いてないんだって。そうなんです、6号機が向いてない。15ゲームペックで、おめでとう。ありがとう、ありがとう、とんでもございません。いや楽しいな、ドキドキリオ。2万円で許してくれるって最高ですよね。困るんだもん、投資が1回1桁許してもらってねえよすいません、あの分断で考えると。どんな近くにいましたね、そうじゃない人が。失礼しました。2人して投資が止まった時が本心の許しだから。そうですね。あららら、おやおや、終わろうとしてませんか。レンが弱い置き時はちょっと怖いんだよな、打つのが。よしよし、28ゲーム、危なかったですね。ビッグバランス5連目です。今回のオケドキは1次連しやすくなってるんで、その分1次連以外のあたりは後ろの方で告知されやすいです。配管あのデュオモードって言って1次連しやすいモードとかもあるんですけど、あ、なんかそれを聞いたことがある。そうなんです、あれがあるからか20ゲーム後半とかが多いです。あれそう、最初にもう当たるゲーム数決まってるっていうわけじゃない。この辺は分からないです。単純にその当たり天国中の前ゲームの当たる確率が、まあ、下がってるというか、だから結構30に近くまで持ってかれちゃうみたいな。32まで持ってかれちゃうんですけど、32まで期待できるって思えば前向きにね、はい、初代のおきどきとかやっぱ15ゲームとかいくともう絶望だもん。絶望でしたね。10ゲーム過ぎたらもう怪しいよ。いや本当にいないんですか。そう、大体ね32ゲームで逆転ホームランだよ。本当数えるほどだもん。なかったな。いや、やばいな、つわたりが取れないな。大丈夫ですよ、次で上がります。おー、イエス。この曲だけはまだ好きになれてないんだよな。恋するってやつは流れない。恋するも流れます。流れるよ、流れます。これ流れる曲によって内容が変わってくる。六角とかある。六角はないです。好きですね、六角。六角差はないです内情のアップデートは1次連プラス次回天国確定でした。合ってた。天国というかボーナス中1次連当選時に流れる曲で、ボーナス1回以上確定。1回以上確定。797枚星全ベルからの1次連です。6連目。おお、そうか、1ゲーム連か。そうですよ、どうしました、どうしました。いやいやいや、何ですか今の。はえーと思って。いや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 、神がかりーと思った。歌ってた、ずっと歌ってた完全にものの数秒で忘れたよね。すごいです、大丈夫です。はやーと思って、疲れちゃってる神がかりーじゃないですお、これで1000枚いきますね。よしよし、使った分返ってきました。さすが勝ち頭。そうだね、勝ち頭だね。勝ち頭。い
いやセンスいいな勝ち頭、誰しかいねえのに勝ち頭だ、面白いじゃないですか、ちょっといじめだよね、いじめですか、いじめだよね、まあ、終始的にいじめてるのは負け頭だ、いや本当そうですよ、私このままの調子でいったら今日久しぶりに勝てるかもしれないのに、マリモさん次第では話変わってきますから10ゲーム、レギュラーボナス、レギュラーはベイビーっていうらしいよ、え、どこでですか、誰が言った、沖縄、沖縄ではベイビー、ビッグベイビー、こっちはビッグなの、ベイビー、ベイビー、確か絵柄にベイビーって書いてある機種もあった気がする、ちょっとでも言うのはこっ恥ずかしいですベイビーです、遠くの方で知り合いが打ってて、はい、当たったのが見えてどっちかなっていう時はこれかって聞いて、あ、こういう合図になるんですね、イガムシを潰したような感じで沖縄ではやるんですね、あーほら、何ですか、当たった来ましたよ、やっとか、マリモさんもやっと上がるのか、ベイビーかな、いらない、いらないぞ、あーベイビー、残念、近いから見たら分かるの、見えてるから、うわー何にもない、デフォルト、これはまずいんじゃないですか、よし22ゲーム、今おそらく隠れてました、ビッグボーナス8連目です、順調、すごいね、いい感じですよ、こんなにさせられるんだね、得意機種なんだ、ちょっと得意機種だもん、はい、得意機種って何、え、どうしました急に、何得意機種、また偏屈さんですか、違う出た偏屈さんが、得意機種って何、マリモさんでいうシンフォギアです、 あれは得意に入る、入ります、わけも分からず勝っちゃう機種のこと、そうです、番長ゼロ打ってたら負けてる自信あります、番長ゼロね、あれ苦手機種、マリモさん何ですか、静かですこれ何ですか、そのテーブルいくつなんですか、どの可能性が高くなっちゃいましたね、まあ、4回目のボーナスから通常日、まだ2時間経ってないです、そうでしょ、4回目入っちゃった、マリモさん、はい、いいんですよその負け頭として頑張らなくて4枚目か、早いな、乾燥しても足りないってことですか、ダブル乾燥なら足りんじゃない、なるほど、ダブルです、ダブル、やばいね、意識が遠のいていく、あ、出ました、マリモかけるオキスロイコール意識が遠のくっていう定番になってきちゃってます、いやまさかこんな展開になるとは思わなかったですね、さすがにこれだけやっぱりハマりをね、中ハマりを連続で食らうと1224枚、さあ私の最低ラインが乾燥になってしまったのであと半分ですね、8連頑張ってる方ですけどね、いやそんな連チャンさせるのはすごい、ただ足りないですね、おお早い、よかった、85ゲーム今度こそ、よしナイス、ようやくだ、3万2000円おいくらですか、トータル3万2000円、3万2000円、はい、2人で5万2000円、まだいける、やった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 、なんとか眠気を立とうとしてますねさては大丈夫ですか、確かに確かに、さっきあの、はい、ヒートアップしたからだいぶ体力が奪われてる、そうですよね、
熱弁してくれましたもん、ね、電車の話にちょっとパワー使いすぎちゃったな、はい、ありがとうございました。面白い話を。電車乗り物系がやっぱ一番理不尽というか、はい、憤るというか謎に思うことは多い。新幹線とかに全部飛行機とかさ、なんだろう、か1列開けて座ればいいじゃん、はい、なんかよくわかんない、2列開けて座ったりする人いるじゃん。いますね。みんなその等間隔で開けばさ、みんな前後開けて座れるのになっていうタイミングがあるの。わかる、それはわかるでしょ。それはわかります。その理論よ、さっき言ったこれも、はい、あ、すいません、すいません、なんだろう、ありがとうございます。1256俺なるべく合理的にやっていきたいなって思うタイプなんです。それです、全てがそれなんですね。無駄を省きたいみたいなところあるのかもしれない。だから偏屈でも何でもないです。合理的な人っていうだけです。だからそのコイン持ちが悪い方がいいって言っても合理的なのかもしれない、はい、通常時が長くなるじゃない。なるほど。記念すべき10連目レギュラーボーナス、なんでかな、待ってくれよ。大丈夫かこれ。まさか4連続スルーになっちゃうよこれ。朝から4スルーなんて嘘だ。あんまり怒らない、朝から4スルー。いや怒るっちゃ怒るんですけど、多くはない。そろそろドキ花ある。もうちょっと後だと思います。ゲーム数でのドキ花だとしたら天井一歩手前ぐらいで出てくるんですよ。本当だ。そうなん、何でも知ってる立花さん、はい、何でも聞いてください。私終わりそうです。いやそれも分かっちゃうんだ。悲しい宿命だな。そうなんですよ。やだよ、ここからまた通常時戻るのやだよ。あ、まずいの2人で通常時は。まずいですよね。残念ながら解き放もなし、終わってしまいました。新たな有利感がスタートしまして、おきどきデュオって勝てる、勝てるの勝てるのって聞きました。今さらだけど、え、怖いな、なんかちょっと最高な感じがする。最高ではないです。立花ハマるよ、モードへでハマる。やめてくださいよ。あのせめて歌うなら一時入れをさせてからにしてください。その曲流れてないのに。戦場ベイビー